ヨーン・ガブリエル・ボルクマンは、1896年に、ヘンリック・イップセンによって書かれた戯曲。イップセン晩年の作品で、イップセンの最後から2番目の作品にあたる。初演は1897年ヘルシンキのスウェーデン劇場とスオミ劇場で行われた。イップセンは、実際にあった将校の横領事件と自殺未遂に着想を終え、1896年夏に執筆を、 開始した。作品は同年十二月十五日には出版され、翌年1 8 9七年に上演された。作品としては観客と評論家の双方から好評であり、初版は一万五千部であった。人形の家以来の成功をもたらしたとされる。初演の後、フランクフルトアムマイン、コペンハーゲン、ストックホルム、ベルリン、ロンドンなどの各都市で公演された。 日本においては1909年11月、幼い香る、市川サダンジラの自由劇場第一回公演における演目、ジョン・ガブリエル・ボルクマンとして上演された。台本は森王外役で、ボルクマン役をサダンジ、他にサダンジ一座の若い歌舞伎役者が出演した。以後、自由劇場は文芸協会と並んで、進撃運動の中心となった。ボルクマンは、 イップセン劇の本格的な発情演作として日本近代演劇史に残ることとなった。ただし、当時の劇評は、イップセンの意図とは、正反対である。例えば、岩野方面は、劇評で第4幕を打足とし、第3幕で実質のある劇としてほとんどを尽きているとしている。森尾外は、国民新聞史上に翻訳と同時に、シュレンテルのボルクマン表を掲載し、その中で、 ボルクマンを陶器の戯曲、水牢の戯曲と評していることを紹介している。しかし、それにもかかわらず、当時の観客の大半がボルクマンを息子エルハルトが自由を求める青年劇と受け取っていた嫌いがある。こうしたイップセン曲の曲会は長らく続くが、1990年のハラチオ会によるノルウェー語からの直訳、イップセン曲全集が交換され、 それに伴う忠実な解釈が行われるようになってきた。2010年のジョン・ガブリエルと呼ばれた男では、さらに登場人物を4人に絞り、人生の終盤においても、まだ自分の夢を諦めない老人をテーマとした。人物の名称については、翻訳によって表記揺れが見られる。一回の甲府の子として生まれたヨンガブリエル・ボルクマンは、実業家として立身出世し、 銀行頭取となる。ボルクマンは国中の鉱山を発掘することで国の産業界を掌握し栄光と権力を体現しようと野心を抱く。ボルクマンは自らが頭取を務める銀行から不正に資金を融資した。ボルクマンの不正融資を知るのは弁護士のヒンケルであったがヒンケルを味方につけるためヒンケルが密かに恋心を抱いていた自分の恋人エルラを譲り、 自身は、エルラの双子の姉グンヒルドと愛情のない結婚をする。しかし肝心のエルラは、ヒンケルになびかず、ヒンケルは、エルラが自分に愛情を示さないのは、昔の恋人であるボルクマンが、背後にあって、糸を引いていると邪推した。ヒンケルはボルクマンを不正融資を暴露し、ボルクマンは八年の実刑判決を受けた。ボルクマン刑期を終えた後、破産し、冷落の身を、 エルラの提供した別荘に寄せ2階の一室に8年間、閉じこもった生活を送っていた。グンヒルトとの夫婦仲は冷え切ったものとなっていた。また、グンヒルトとエルラ姉妹はかつて、ボルクマンをめぐり、そして、ボルクマンの懲役に際しては、ボルクマンの息子、エルハルトをエルラが引き取り養育したため、エルハルトをめぐり互いに憎をする間柄になっていた。 ボルクマンを訪ねるのは、ボルクマン同様に老ーの下級初期、ホルダルとその娘フリーダだけであった。ある日、エルラが、ボルクマンの隠居を訪問する。彼女は、富士の病に侵され嫁へ行くばくもない。エルハルトを、再び自分の手元に引き取りたいと考えるが、実施エルハルトに未来を託するグンヒルトは、実前の願いを拒絶する。ボルクマンは2階の自室で、ホルダルと話し、 自分があと少しのところで手に入れ損なった栄光と権力をエルハルトと共に再び手に入れようという目論みを語る。しかし、エルハルト本人は、こうした老人の手前勝手な考えなどは、全く思考の枠外にあった。結局、エルハルトは、年上の超人ファニー・ウィルトン・夫人と共に、フリーダを連れ南の国に旅立つ。失意のボルクマンは、自分一人でも、 再び栄光と権力の座を目指そうと無双する。そして八年間の時を超え、二階の部屋から雪の子街に出る。そして、ボルクマンを追ってきたエルラと昔、二人が相引きの場とした丘の上で夢を思いつつ心臓は欲しさで死ぬ。エルラと二人を追ってきたグンヒルトは、ボルクマンの遺体を前に和解の握手をした。劇団民芸による公演。わけ、演出は、菅原拓。 出演、清水正雄奈良岡智子、伊藤孝夫、佐代、福子、細川千佳子。演劇集団演による公演。公演期間、スタッフキャスト1998年劇団ドラによる公演。演出は、セルゲイ・ユールスキー。出演、鈴木水穂。公演期間、スタッフキャスト上演台本、笹部広志。演出、栗山富也。台本を書いた笹部は、 森外役を中心に、その他の主要な訳を参考に台本を執筆。上述の通り、登場人物を、ボルクマン、グンヒル、エルラ姉妹、ホルダルの4人に絞った。公演機関、スタッフキャストイップセンを上演する会、研究公演公演機関、スタッフキャスト外は、自作、青年の中で、主人公が、この公演を見るという設定にしている。ABC、舞台、 ジョン・ガブリエルと呼ばれた男、中台達也、イプセン作品に主演。朝日ドットコム。2017年2月23日閲覧。ABC、ジョン・ガブリエルと呼ばれた男。セタガヤパブリックシアターシアタートラム。2017年2月23日閲覧。劇団民芸上演年表。ありがとうございます。